田中明は東京都墨田区出身の元プロ野球選手。総価高等学校から法政大学に進学。大学3年までは目立たない存在だったが、4年の秋のシーズンに7本塁打を放ち、東京6大学リーグのシーズン本塁打記録を更新して一躍注目を浴びた。2004年度ドラフト会議にて、オリックスはファーローズから50名指名を受けて入団。 2005年にルーキーながら2軍で打率306の高成績を残し1軍初出場初安打も記録した2006年は2軍で打率236チームトップの7本塁打を打った2008年2月24日高知市野球場にて行われた阪神とのオープン戦で9回裏の見厚しからサヨナラ満塁本塁打を放ったプロ入り後は 遊撃手と三類手で併用されていたが、2007年からは三類手としての出場が増えた。2008年7月17日、山崎浩二とのトレードで広島東洋カープへ移籍。広島ではこの年一試合に出場し、打席でフェンス間際まで飛ばす大飛球を放ったもののその試合のみの出場に止まり、2009年2010年は一軍出場の機会がなかった。 2010年のシーズン終了後に戦力外通告を受け、現役を引退。引退後は、スコアラーとして、広島に残る。祖,祖父に、第24代横綱の大鳥谷五郎。祖父に、元幕内の福の里、牛之助を持つ力士の家系である。滝田久氏は遠赤。ありがとうございます。